風が強い海っぱたに来てますけども、今日ご紹介するのはこちら、焼き牡蠣が安い新鮮広島オイスターロードということで、糸崎の埋め立て地ですね、こちらにですね今期間限定で焼き牡蠣が食べれるという施設ができているみたいですので、行ってみたいと思います。あちらのテントになります。こんな感じでですね、埋め立て地の一番端の端の方にビニールハウスのようなテントがしてありますけども、そちらがね焼き牡蠣コーナーみたいな入り口となってますんでね、順序に沿って行ってみたいと思いますけども、これはですねこちらで牡蠣を焼いてみんなで食べるんですね。このハウスの中はすべてテーブルになってます。ちゃんと軍手も置いてあってですね、ああ焼き牡蠣コーナーすごいですね。これたくさんの席があります。奥のテントで営業しています。テーブル1台に炭代300円ということで、焼き牡蠣1キロ1000円すごいお安いですね。三原だけあってタコ足、串焼き、ホタテ2枚、サザエ2個、アナゴと。じゃあオイスターロード、ミルキー哲夫、あーすごいイラストですねこれ。福福水産、うわーすごいですね牡蠣。入ってみましょうか。入り口でこちらで牡蠣を買って中で食べるですね。あーすごい、綺麗に整備された埋め立て地の端にこんな感じで福福水産さんの店舗があると。そちらのコーナーで牡蠣を買って中のテントで焼いて食べるということなんですね。すごく値段も安くてですね、たくさんの人が入って食べてらっしゃいますけども、もうこの外にいるだけで焼き牡蠣のいい香りがどんどんしてきます。今日私一人で来ましたんで、ちょっと一人で中でね焼いて食べるのが寂しいので、また今度たくさんの人数で来て食べたいと思います。